演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちら業務スーパーのお菓子3種類を食べたいと思います。こちらストロベリーサンドイッチですけど、以前食べたバニラとチョコの仲間ですね。なんか新しく出てる食べさせていただきます。ちょっとこんな感じで、こちらはチーズクリームクラッカーサンド、なんかビッグみたいな感じですね。これも美味しそうです。で、こちらがシナモロールシリアル、以前食べたチョコレートシリアルの仲間ですね。これ横向きでちょっと独特な形ですね。なんかですねばっかりですね。ではまずシリアルからいただきたいと思います。ちょっと入れすぎたかな。ではいただきます。サクサクとした音、本当に心地いいですね。わ、甘酸っぱさも感じられた。うーん、塩気はちょっと少ないかな。もうちょっと感じたいかな。あのシナモンにはシナモンの香りが程よく口の中に広がってきました。でもそこまで強烈な味ではなかったですね。甘さもちょうどよくて朝ごはんにぴったりだと思います。牛乳をかけてまろやかにして、シナモンの香りが溶けて、まあそんなになかったですね。溶けにくいシナモンなのかな。シナモンの香りを程よく楽しむことができましたので、こちらの点数とさせていただきます。そして次のチーズクリームさんのクラッカーは、サクッとした軽い食感のクラッカーがサクサク食べ進めることができてとっても美味しかったのですが、チーズクリームはちょっと弱みかなと思いました。もうちょっとチーズの味を感じたかったので、こちらの点数とさせていただきます。そして最後のストロベリークリームビスケットサンド、ストロベリーはいちごのクリームの酸味が口の中にふわっと広がってきて、ちょっと固め厚めのビスケットとよく合っていました。ザクザクとした食感とともにいちごの甘酸っぱさを噛みしめることができましたので、こちらの点数とさせていただきます。今回の業務スーパーのサクサクお菓子とっても美味しかった。流れ込む仏来たるや天国の流れでとんでもないことになってしまったようですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。